くないよ。起動装置運用開始。完璧な焼き加減。今だ。足止めし。学びを与えよう。霊界の力よ。真の力。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。すごいですね。受傷とは今だ。まだ敵が残っていますね。覚悟しろよ。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。あと我に続け。学べ我が生徒たち。共同現象とっと行きましょう。さあ光よ集え。キャンピングライムライト。あと一人だ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べウルフェンファイト。いい調子ね。風の精霊よ、大気の加護を。はい、学びを与えよう。霊界の力。やばい。信念に至れ。実力出しちゃうわ。おや大詰めだね。燃えてきたぜ。ぶっ飛べウルフェンファイト。攻めていきましょう。さすがだね。覚悟しろよ。とっと行きましょう。さあ光よ集え。キャンピングライムライト。何それすごい。今だ。実力出しちゃうわ。さあおいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。あと一息だ。学びを与え。風の精霊よ、大気の加護を。おにぎりを信念に至れ。喧嘩相手は選べってこった。世界征服会議を始めるのじゃ。世界征服会議？うむ、わらわの姿も子供のまま。戦力はこやつを加えてもわずか6人。やみくもに世界征服を始めても道は険しいじゃろう。そこでみんなに策があれば聞いてみようと思ったのじゃ。作戦愚心を許可するから申してみよ。まず忍ぶ、何かアイデアはないか。まずは男を皆殺しにすることです。うむ、確かに男の方が戦闘力が高い傾向があるからな。というわけでまずはこの小僧をぶっ殺す。ねえ、お父さん、いい加減にして。ひっ、しのぶが怖い。なんじゃ、しのぶではなくドクロ親父の意見だったか。次、みやこ。みやこはプリンが大事だと思うの。プリン？なぜじゃ。世界中のプリンをここに集めるの。そうすればみんなプリンが食べたくて言うことを聞いてくれるの。なるほど、まずは食料の流通を抑えるということじゃな。でもみんなが言うことを聞いてもプリンはあげないの。ミヤコが全部食べるの。ひどい暴政じゃな。次、
かり。あかりも征服するためには制服が大切だと思うな。制服するには制服が大事？ああ、制服のことか。なるほど。軍隊には統一された軍装が必要かもしれんな。お兄ちゃん、どんな制服がいい？スカートは短い方が好き？セパレートでお腹が見えた方がいいよね。ああ、お兄ちゃん、視線がエッチだよ。とても戦に向いた軍装とは思えんぞ。あかりの案は却下じゃ。次はヨリ。お主ならどう戦うのじゃ？そうですね、戦力が乏しい場合、長期戦は厳しいからやっぱり速攻で決めたいですよね。スタートダッシュから攻撃的にが基本かな。おお、本格的な戦略じゃな。頼もしいな。でも守りも大事ですよね。守備を制する者が勝負を制す。防御と回復と除去もデッキに入れて。うん、いいことを言っておるのじゃが、デッキ？結局はどんなプレイスタイルにするか次第ですかね。カードバリューを考えて盤面を固めてコンボが発動できるように。それはカードゲームの必勝法の話じゃ。よりの意見も却下じゃな。お主はどうじゃ？うむ、わらわを信頼しているということじゃな。さすが我が従者。あんた考えるのが面倒なだけじゃないの？何？そうなのか？そのような心がけでどうするのじゃ。さっきからダメ出しばっかりですけど、イリアさんは何か考えがあるんですか？もちろんじゃ。では最後にわらわの名案を披露するかな。よく聞くのじゃが、それはじゃな、お主がわらわと夫婦になることじゃ。さっきの戦いでわらわが元の姿になったじゃろ。その理由を考えてみたのじゃがな、おそらくお主のせいなのじゃ。詳しい理由はわからんし、きっかけもわからんが、お主がわらわのそばにおればきっと元の姿に戻れる。そうなれば世界征服は叶ったも同然。人類だろうが魔物だろうが神であろうが恐れるものではないわ。どうじゃ、いい意見じゃろ。ダメです、ダメだよ。ダメなの？ダメです。なぜじゃ。お主たち世界征服したくないのか？別にしたくないです。それにこいつとイリアさんが目を取ってハレンチです。お前はミヤコの下僕なの。ミヤコにプリンを持ってくるのが仕事なの。お兄ちゃんと結婚するなんてダメ。あなたとイリアさんの結婚には不吉な運勢が見えます。賛成できません。なんじゃ、お主たち焼いておるのか？違います。違うよ。違うな。違います。you
くないよ。私も戦います。覚悟しろよ。今だ。足止めします。やあ、学びを与えよう。霊界の力よ。覚悟しろよ。実力出しちゃうよ。実証せよ。今だ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンバンコ。ほーっと行きましょう。さあ、光よ集え。ジャンピングライムライト。何それ、すごい。調子出てきた。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。いい調子で。覚悟しろよ。今だ。足止めします。風の精霊よ、大気の加護を。我に続け。学べ我が生徒たち。共同現象助けね。学びを与えよう。真理を与えよう。ほーっと行きましょう。さあ、光よ集え。ジャンピングライムライト。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。攻めていきます。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンポイント。いい調子ね。大詰めだね。霊界の力よ。風の精霊よ、大気の加護を。助かれ。実力出しちゃうよ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンバイト。すごいですね。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。何それ、霊界の力。真理に至れ。ほーっと行きましょう。さあ、光よ集え。ジャンピングライムライト。あと一息。覚悟しろよ。攻めていきましょう。ちょっと商談が長引いちゃってさ、自宅の屋敷まで帰ろうと思ったら明日の朝になっちゃうから、今日はこっちに泊まるわ。どうせ明日もこまごまとランドセルで用事があるしね。いちいち寝るために山奥の屋敷に戻るだけ馬車代がもったいないわ。節約しないとね。サレンディア救護員は何かと入り用だし。スズメいないの？あんまり騒ぐとご近所に迷惑よ。あー、この辺の床板がずれちゃってるのね。だからけつまずいたんだわ。危ないわね。業者を呼んで。あ、いや、この程度だったら自分でなんとかできるわね。ちゃちゃっと作業しちゃうから、それが済むまで
子供たちには近づかないように言っといて。ああ、お嬢様、その程度後で私がやっておきますので、というかせめてお着替えになってから。そうね、作業をするにしてもトンカチとかで音鳴らすわけにもいかないし、明日にしましょう。お嬢様ったら大あくび。お疲れなんですね。あら、不作法だったわね、失敬。スズメ、今日はどんな感じだったの？ごめんね、救護院の建物の管理を任せちゃって。いろいろ片付くまでは私はランドソルと屋敷を行ったり来たりしなきゃだし、かといって子供たちを放置しとくわけにもいかないしね。はい、ご多忙ですもんね、お嬢様は。こちらはスズメにお任せください。ドジばっかりですけど、子供たちがお利口さんにしてくれてるのでなんとかなってますから。うん、うちの子たちはみんないい子。うん、いい子たちに笑顔で安らかに過ごしてもらうために私は毎日頑張ってるんだわ。やる気に満ち溢れてきたわ。何か仕事とかない？いやいや、お休みになってください、お嬢様。次、プー吉。おお、俺はテクニシャンだぜ。ヒーヒー言わせてやるよ。ヒーヒー。あら、あなたたち、もう良い子は寝る時間よ。何してるの？ごめん。おお、サレンの嬢ちゃん、今帰りか。毎日お疲れさんだな。お帰りなさい、ママサレン。ママって呼ばないで、まだ17歳よ、私。いいけどね。ただいま、二人とも。おっと、俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ。うん、プー吉もただいま。それよりも床に座り込んでみんなで何をやってるの？悪いことしてるんだったらお仕置きしちゃうわよ。くすぐったいです、ママサレン。あのね、おもちゃで遊んでた。超楽しい。今救護院の中で大流行なの、これ。この積み木みたいなやつ。ああ、ジョンがね、懐かしいわ。昔よく遊んだな。どうしたのこれ？生活用品とかは一通り調達したけど、こんなもの買った覚えはないわね。あの、スズメお姉ちゃんがみんなで遊んでって。スズメが？そうなの？あ、はい。救護院にもようやくベッドとかいろいろ揃ってきましたけど、子供たちが割と暇そうにしてたので、おもちゃとか絵本とか用意したんです。私のお風呂が大半ですけど、足りない分はお小遣いで買ったりしましたね。ダメでしたでしょうか。一応サレンディア救護院のお金には手をつけてませんけど。ダメじゃないわよ、全然。むしろなんで自腹を切ってるのよ。そういうのはサレンディア救護院の運営資金から出すべきでしょ。領収書ある？もう、何か買ったら必ず領収書を切ってもらいなさいっていつも言ってるでしょ。
大体の金額でいいから後で支出をまとめといて。そうよね、必要よね、絵本とかいろいろ。ここは子供たちが生活するための場所なんだから。うっかりしてた、大事なことを忘れてたわ。ありがとう、スズメ。あなたはドジだけど大事なことはちゃんとわきまえてるのよね。いい子いい子。私もいい子だからよしよしして。ブキチとあとクルミも撫でてあげて。私ももちろん、みんなもいい子よ。愛してるわよ、ギューってしてあげる。ジョンが崩れねえ、私も遊びに混ぜて。得意なのよ、こういう神経を使うやつ。もちろん負けないから。私が勝ったらなでなでしてね。ううん、もっと頻繁に帰ってきてね。そうです、寂しいから。うん、わかってる。私が帰る場所はここにあるわ。ただいまが言えるのってとっても幸せなことね。ねえ、スズメもそう思うでしょ？それはそうですけど。ですからとりあえずお休みになってください、お嬢様。君、休んでいる暇はないよ。ハロウィンを遊び尽くさなくちゃね。ほら、一緒に行こう。